白いんなら綺麗で、王子様にちやほやされるんでしょ。妹なの私もお姫様になれたらなんてね、イエイ。バイト探し採用ないし、やけになって飛び込む場違いすぎる世界、走りばかり雑用係、最悪なやつなのマネージャー就任です。バレたら最後妬まれるのやだし、生きるためだし、きっとヒロインなら綺麗で、王子様にちやほやされるんでしょ。妹なの私もお姫様になれたらなんてね、私をプロデュースして、髪も服も全部可愛くして、いつか出会う王子様、どこで何をしてるの神様、待ってますから気長に。はぁ、真摯な振る舞いにドキドキしちゃったんだ。名前なんて聞けるはずない、また会いたいなんて願ってるだけでした。時間が止まる、また会えたね時に、やっぱり恋だ、きっと少女は知ることだよね。ヒロインらしく自然にバレちゃった最悪なやつらに、これじゃダメだ100歩だれるって、どうすればいいの。気持ちなら負けないなんてみんな同じこと思ってて、そこからの勇気と推しが大事なんです。聞いてる？ヒロインなら綺麗で、王子様にちやほやされるんでしょ。妹なの私もお姫様になれるのなんてね、自信ちょっとついたよ。当たって砕けたらバカにしてはなってよ、お願い言ってきますね。ヒロインになれ今日。